押した石で遊んでみよう。おこういうところで遊んでた下條さんは本当におおらかです。ありがとうございます。ではお願いします。はい、この方位磁石をこの石に近づけて、まず5センチぐらい近づけてゆっくりゆっくり歩いていくと、これが回っちゃうんですよ。これあんまり早く歩きすぎると回らない。あいいかな。ここは下條さんのふるさとです。そうです。自慢をどうぞ。この360度の絶景、場所です。下條さんがこの岩に登ると雨が降るとおっしゃいましたけど、今まさに雨が降ってきました。今日は岩には登ってないけど、ちょっと天気が良かったらよかったなと思ってます。